はい、えー、ではですね、えー、写真がつなぐ、えー、旅の思い出ということで、今から1時間ほどお時間をいただいてお話しさせていただきます。えー、よろしくお願いいたします、えーと。まずセミナーの概要なんですけども、あと10日ほどで、えー、とゴールデンウィークということで、旅行を計画されている方も多いんじゃないかなと思います。 今日ご参加の皆さんは、旅行が好き、そして写真にも興味がある方かと思います。本日は旅先での写真の撮り方のヒントやコツ、そして撮った写真のまとめ方について、私なりの楽しみ方を皆さんにお伝えできたらと思っています。なおですね、撮り方もまとめ方も、これが正解というわけじゃなくて、 一つの参考としてご覧いただけると嬉しいです。まず簡単に自己紹介させていただきますね。改めまして、キートン福永といいます。フォトグラファーをしています。写真を始めて二十数年になります。20代に写真を始めて、一時期は写真教室の講師や運営もしていました。その後、会社員の傍ら副業でフォトグラファーをしていて、 現在は自分で会社を立ち上げて、えー、写真撮影を、えー、仕事にしています。えー、プライベートでも、えー、ライフワークとして、えー、作品を制作したり、えー、写真のこういったセミナーやワークショップですねを開催したり、えー、しています。まずですね、えー、と本題に入る前に、えー、普段私が撮っている写真をいくつか、えー、見ていただこうかなと思っています。えー、と 今回の、えー、旅行写真以外にも、えーと、こういった人物写真、いわゆるポートレートですね、えー、とそういったものも、えー、撮ったりします。えー、こちらも、えー、ポートレートですね。はい。他には、例えば、えー、これなんかは、えー、数年前に、えー、大雪が降ったときの鳥取砂丘の、えー、写真になります。えー、と普段は砂なんですけど、砂丘。 の一面、雪に覆われて普段見られないような光景がこの時見れてすごく感動したのをよく覚えています。こちらは京都にある京セラ美術館というのがあるんですけどそこがリニューアルしたときの写真ですね。写真のように螺旋階段がとても綺麗でここは建物自体がとても見応えのある場所なのでぜひ一度行ってみてほしい美術館の一つです。 で次ですね、えー、と私は、えー、普段から、えー、常にカメラを首から下げていますので、えーと、今表示している写真のように、電車を待っているときにも、えー、こんな写真を撮ったりもします。えー、こちらもですね、えー、散歩しているときに撮ったものなんですけども、えー、空は、えー、自分の好きなモチーフの一つなので、えー、これまでもたくさん撮影をしています。 あと、えー、私はですね、日常スナップって自分で呼んでるんですけども、身の回りで見つけた、えー、素敵なシーンを、えー、好んで、えー、撮影しています、えー。この写真がそうなんですけども、光が、えー、私の写真のテーマの一つなので、何て言うんですかね、いつも、えー、良い写真、良い光を探しているっていうような感じですね。はい。こちらもそうですね。これは、えー、レースのカーテンからの光が綺麗で撮ったものです。ちなみに、ここに映っているカメラは私の私物のカメラですね。 はいでえー、とこちらが、えー、最後になります、えー。この2枚の写真は、えー、数日前に、えー、とフラっと家の近くを、えー、散歩したときの、えー、写真になります。ちょうど桜が、えー、散りかけた頃の写真なんですけど、こんな感じで、えー、とプライベートでは人物写真や、えー、スナップを中心に、えー、写真を撮っています。では、えー、早速本題に入っていきたいと思います。 では、えー、とまず、えー、このセミナーのゴールから、えー、ですね、えーと、このセミナーを、えー、見ていただいた方が、えー、旅をしたい、えー、写真を撮りたい、えー、撮ったものをまとめたい、えー、一人でもそう多く感じていただければ、えー、このセミナーは成功かなというふうに、えー、思っています。次にですね、えー、とこのセミナーの内容ですが、えーと、大きく3つのパートでお話ししようと思っています。 1>, えー、1つ目が、えー、旅の準備で何を持っていけばいいか。2つ目が旅先での思い出に残る、えー、旅写真の撮り方。えー、3つ目が、えー、帰ってからの思い出に残る旅写真のまとめ方について、えー、順番にお話ししていこうと思っていきます。はいでは、えー、最初に、えー、準備ですね。何を持っていけばいいかっていうお話からですね。で えーとまず皆さんほぼ全員、えー、とスマートフォン、こういったスマートフォンを、えー、と持ってると思います。で、このスマホって、えー、と,とても便利なカメラですよね。えー、例えば、えー、レンズは3つついていますし、写真だけじゃなくて、えー、動画も撮れます。で、ほとんどのスマートフォンは多分雨に濡れても大丈夫ですよね。で、さらに皆さん多分いつも、えー、とスマートフォンを持ち歩いてると思います。なので、 えー、スマートフォンを、えー、旅の優秀なサブカメラだと考えていただいて、旅のメインカメラっていうのは、えー、自分のお気に入りのカメラを持っていく。今の時代って多分そういうカメラ選びをしてもいいんじゃないかなと、えー、個人的には、えー、思っています。ちなみに、えーと、私のお気に入りなんですけど、この、えー 写真を載せてるんですけども、富士フィルムさんの X100F と X プロ3っていうカメラがあるんですけど、私は、えー、とこの2台を、えー、愛用しています、えー。本日この後スライドでお見せする写真も、多分大半8割、9割はこの2段で撮ってるんじゃないかなと、えー、思います。はい。で、 ただ、えー、もっと具体的に、えー、何を持っていけばいいのっていう話も聞きたい方もいらっしゃると思うので、実際に私が使用している機材を簡単に、えー、ご紹介したいと思います。はい、まず、えー、1泊2日程度の国内旅行の場合は、写真のような機材で行くことが多いです。えー、ポイントは、えー、小型で軽量であることですね。で、少し色を変えて、えー、とハッシュタグに。 みたいな形で書いているんですけども、カバンが重いだとか、えー、疲れても歩きたくないだとか、そうなってしまうと、旅行するのも写真撮るのも面倒ですよね。なので、えー、と機材は絞って、カメラを1台、標準ズームレンズを1本、あとは、えー、画像にあるような小物ですね。例えばミニ三脚であるとか、一応予備のメモリーカードは持っていきます。あと、えー、レンズクリーナーであったり、あと、えー、カメラや、えー スマホが充電できるモバイル和テですね。大体、たったこれだけで旅行することも結構国内の場合は多いです。次に、えー、海外旅行のときはどうかですね。で、海外は、えー、と私の場合はそんなに頻繁に行けるわけではないので、えー、後悔しないようにしっかりと、えー、機材を持っていくようにしています。えー、先日、えー、タイへ旅行したんですけれども、 えー、その時に実際に持っていったのが、この画像の、えー、機材になります。で、これは、えー、と妻と2人分なので、少し、えー、多く感じるかもしれないですけども、えー、ハッシュタグにもちょっと書いてあるんですけども、えー、機材の故障だとか、盗難の可能性もありますので、えー、同じような写真が撮れるカメラを、えー、2セットですね、えー、用意するように私はしています。 では、続いて、思い出に残る旅写真の撮り方についてお話ししていこうと思います。私の旅写真の撮り方のヒント、コツは5つになります。こちらのですね。今から1つずつ説明していきたいと思います。1つ目が、移動中に撮ろうです。 で、えーと、この写真は、えー、と和歌山県の有田湯浅、えー、っていうところにドライブしたときのものなんですけども、えー、サービスエリアに寄ったときに、写真のように、えー、と和歌山って書かれた標識があったので、えーと、そこで撮ったものです。で、旅行の写真って聞くと、つい目的地での写真をイメージするかと思うんですけども、えー、と家を出てから目的地までの移動の間も、えー、たくさん写真撮ることを。 えー、おす,すめしますこの写真は、えー、とトンネルを走ってるときに撮ったものですね。あのちゃんと助手席のほうから撮ってるんですけど、こういう写真があると、えー、旅をしている感が伝わるんじゃないですかね、えー。例えで言うと、映画のジャンルにロードムービーってありますよね。つまり、えー、旅の途中で起こるさまざまな出来事を撮っていく。 そんな感じで私は、えー、と旅写真を、えー、撮るようにしています。後でまた具体的にお見せしますけども。で、この日は、えー、と赤い車を、えー、レンタルしていたので、それも後から思い出として、あの時赤い車借りたいよねって、えー、思い出せるように、えー、ちゃんと車の写真も、えー、記念に撮ったり、えー、しています。で、2つ目ですね、えーと、食事やカフェも一工夫。 って書いてるんですけども、食事や、えー、カフェに行ったときの撮り方について、えー、こうしてはいかがでしょうかという話です。で、カフェに行ったら、えー、と皆さん多分こんな感じで写真を撮られるかなと思います。えー、こんなの食べましたっていう記念としては、えー、これでいいと思うんですけども、ちょっと次も見ていただけたらと思います。こんな感じで、 えー、料理を撮るだけじゃなくて、えー、パンケーキに、えー、蜂蜜をかけているシーンなども撮っておくと、えー、いいと思います。ちょっと次のページいきますね。で、こうして、えー、2枚並べてみるとよくわかると思うんですけど、こんな感じで左のようにもの、えー、だけを撮るんじゃなくて、右側のようにそのシチュエーションっていうんですかね、こ、えと、ー、も撮るっていうのが、えー、ポイントだと思ってます。で こういうようなことは、えっ、ー、と、普段でもちょっとカフェに行ったときに、えー、できると思いますので、ぜひ、カフェに行ったときに注文したケーキだけじゃなくて、友達と食べているのであれば、そのシーンを撮ってみたり、えー、そういうことをちょっとやっていただけたらいいかなと思います。ただ、えっ、ー、と、あまり粘って撮ってると、えー、と相手にもお店の方にも迷惑をかけてしまいますので、えー、とそのあたりはほどほどにしていただけたら、えー、大丈夫やと思います。 でもう一つ、えー、と例をお見せしたいと思います。えー、とこれはですね、えー、旅先の喫茶店でカレーを食べたときの、えー、写真ですねで。これはこれでめちゃおいしそうに、えー、撮れているので、えー、いいかと思うんですけども、例えば先ほどと同じように、えー、食べ物だけじゃなくて、こんな風に、えー、食事をしているシーンも、えー、撮っておいたらいいと思っています。さらに、 この写真なんですけれども、ちょっとください。これは私が、えー、よくやる方法なんですけれども、えーと、お手洗いに行くタイミングでカメラも一緒に持って行って、えー、席に戻る前に少し離れた時ところから引きの写真を撮っちゃいます。こうすると、とても自然なシーンが撮れるので、これはかなりおすすめですね。ただ 当然、周りにお客様がいる場合とかもありますので、きちっとそのあたりは配慮していただいて、この写真のように、えーと、この時は多分私たちしかいなかったと思いますので、お店の方にも事前に写真撮っていいですかって声をかけておいたので、えー、こういう写真が、えー、撮れました。で、今見ていただいた4枚の写真を、えー、こういう感じでちょっと並べてみたんですけど、このように4枚並べてみるといいですよね。 えと料理だけじゃなくて食べているシーン、えー、店内の様子、えー、建物の外観なども撮っておくとあ、えー、と後になってからこのお店で食べたよねとか、えー、こんなお店だったよねとかあとから写真を見返す時に、えー、その時の記憶がよみがえー、蘇ってくるので、えー、料理の時も料理だけを撮るんじゃなくてその周辺も撮っとくっていうのが、えー、旅行でもものすごく、えー、いいと思います。 3番目ですね。これはちょっと簡単な。皆さんやってるのかなと思うんですけど、えー、とホテルの部屋撮りはチェックイン時にってなってますね。で、これは、えー、タイトルのままです。えー、と旅行の楽しみに、えー、ホテルステイも、えー、あると思うんですけども、部屋の写真っていうのはチェックインしたら真っ先に撮っちゃいましょうっていう話です。はい。で、カバンの中身を出してしまったり、ベッドのシーツがこうぐちゃぐちゃになってたりすると、 写真がいまいちになっちゃいますよね。なので、私は部屋に入ったらまずざっとすべ、えー、ての部屋を、えー、撮るようにしています。ちなみに、えー、ホテルの部屋を撮るときには、えー、広角レンズ、特に超広角レンズ、ちょっと難しいかもしれないですけど、と呼ばれているレンズがあるんですけど、そういうレンズを使うと、写真のような、えー、風に全体を広く、えー、写すことができます。あと、 えー、ここにも、えー、少し、えー、ハッシュタグで書いてますけど、あと構図をきれいに撮りたかったら、えー、ミニ三脚をにカメラをつけて、それを椅子の上とかに置いて撮ったりすると、えー、上手に撮ることができます。なので、私は旅に行くときには、えーと、必ず小さな、本当に卓上ですね、卓上サイズのミニ三脚は、えー、持っていくようにしています。これは個人的にはぜひ一つ持っててもいいんじゃないかなと思うので、おすすめのアイテムの一つですね。 はい、次行きましょう。ちなみに、えー、空間だけだとつまらないっていう場合もあると思います。えー、そういうときには、こんな風に一緒に行った人と、えー、テーブルに座ってもらって、えー、撮ってもいいかもしれません。ちなみに、これ、えーと、部屋に大きな鏡があって、その鏡に映っているのを撮っているんで、ちょっと、えー、なかなかこういう写真はないかもしれないですけど、はい。 ではいここででで質問いいすすかもちろんですまず 2, 2番目にあったカフェの写真の時なんですけど、はいえー、お店で写真撮る時にあのお声がけましますっていうことだったんですけど、うん、こうテーブルフォトだけ撮るシーンとかってあの、うん、毎回お店に許可と取るのかさっきみたいにあの、はい、引きの写真いわゆるこう、うん、店内を写すような時に許可を取るのか、うん、あの毎回必ず。 声かけてるんですかっていうところをお聞きしたいようなんですが、すね、はい。ありがとうございます。そうですね。あのまずお店に入ったらその雰囲気ってわかると思うんです。あのうん、うん、で皆さんで、ね、周りのテーブルでも、えー、例えば女の子たちがお料理をパシャパシャ撮っているような雰囲気であれば、えっ、ー、と別に卓上で撮る分にはえっ、ー、と許可は取らないですね。なこともありますね。でえっ、ー、と今みたいなこの引きだったり、ちょっとこれは後から記事みたいなものになるかもしれないなとか。 そういう可能性があるときには必ずお支払いのときに、何か今後、記事に出してもいいですかみたいなことは聞くようにしてます結構、店の雰囲気とかもね、そうですね、もう大体わかると思うので、まずは店の雰囲気に他のお客様にご迷惑かからないようにと、店にというすそしてこれの一つ前のお写真に戻していただいてもいいですか。一つ前ですね これですか上手に撮れるということは水平に写真が撮れるということでしょうか角度にいつも悩みますってあったんですけどはい、はい、この水平の撮り方というかこのそうですねこれも正確に言うと少しだけ、うん、水平垂直ではないかもしれないですけどあのおっしゃっあの質問いただいたようにやはり、はいえー、縦のラインと横のラインっていうのは、うん、えとこうなんていうんですかね建物の写真の時には肝になるので。 すごくファインダーの中でこう、はい、やります私ははい、はい、ありがとうございますやっぱりじゃあその辺はちゃんと意識されてってことですねそうですね結構中腰で撮りますよねだからそ <laughs> いですけどす、ね、はい <laughs>、はい、ありがとうございます、はい、えー、ありがとうございます,います、はい、ではちょっと、えー、4番目に行かせていただきますはい、えー、4つ目ですねえー、後ろ姿も撮ろうこれは引きですね引きも撮ろうですはい で、えー、誰かと一緒に旅行すると、えー、その人を撮影することが、えー、多いと思います。えー、とその時にえっ、ー、に、今表示している写真のように、えー、後ろ姿も撮っておくと、えー、いいですで。一般の方は、えー、どうしても真正面を向いてこう、笑顔の写真がどうしても多くなっちゃうと思うんですよ。なので、こんな感じで一緒に歩いている時に、少し、えー、と私だけ足を止めて、まあ 妻はもうその辺はよくわかっているので、私が足を止めても、あ、これは後ろから撮るんだなっていうのがわかってるからだと思うんですけど、そのまま歩いていってくれるので、そうして、えっ、ー、と、彼女の、えっ、ー、と、後ろ姿のいいポジションに来たときに、こう、シャッターを切る。みたいなことをすると、えっ、ー、と、印象的な写真が残せたりするので、常に、えっ、ー、と、相手をこっち向いて撮って、えー、撮るだけじゃなくて、後ろ姿を撮るっていうのは、意外と、えっ、ー、と、意識しないとできないと思うんですけど、 ぜひやってみてほしいと思います。はい。この写真も同じですね、えーと。こういうふうに少し距離を置いて風景と一緒に撮るみたいなカットを撮っておくと、えー、後から、えー、旅の写真をまとめるときにレパートリーが増えていいですね。はい。で、えー、とこのくらいのこの写真くらいしっかり引いて撮っても意外と えー、と人って存在感あって、いい写真がありますので、例えばちょっとあ,ちら、まあっちまで行ってっていうような声をかけて、えー、と引きの写真を撮っておくっていうのは、旅の写真では結構、えー、おすすめのやり方ですね。はいではですね、<あ>5番目、ここじゃあご質問ももうう一ついいですかもちろんです戻りましょうかね色合いがたぶんすごく素敵だったからのご質問だと思うんですけど、<あ>何かこうフィルターは使ってますかというご質問いただいてます。 ありがとうございます。そうですね。実は、あの、さすがだなと思ってるんですけど、この3枚の旅行の時は、実は少し、えっ、ー、と、なんていうんですかね。色味が少しだけ、えー、と変わるフィルターと、あと、少し、こう、光が逆光気味に入ってきた時にえき、ー、に、少し、こう、拡散するっていうんですかね。えっ、ー、と、切りがかったような描写が少しだけするフィルターを、えー、この、この写真と、 これはつけてなかったかなこの写真もそうだと思うんですけど、少しほわっとしてると思うんですけど、この2枚は、えー、とそのフィルターをつけてますね。はい。はい、ありがとうございます。いいところに目をつけて。<laughs> はい。ご質問はその一つで大丈夫ですかはい、大丈夫です、はい。ありがとうございます。あの、こんな感じで、えっ、ー、と、ご質問いただいたら、えっ、ー、と、その時か、最後にまた答えますので、じゃんじゃん質問してください。 えとじゃあ、えーと、5番目ですね、えーと。これが最後になるかな。はい、えーと。自分たちの存在を画面に入れてみるです。で、これだけだと何ってなると思うんですけど、えー、と写真を見ながら、えー、と説明したいと思います。はい。えー、この写真は、えーと、新幹線を降りて、熱海に着いたぞっていうテンションの時にに、えー、撮ったものなんです。で、これ看板っていうのかな。看板を指さして、えー、撮影してます。で こんな風に画面の中に、えー、と自分の、えー、手を入れたりすると、えー、写真が自分が見た光景っていう風な写真になります。なので、えー、写真にストーリーとか感情とかを込めることができると私は思ってます。なので、えー、写真の中に積極的に自分たちを映し込んでいくっていうのも、えー、意外と面白いので、ちょっとこの後いくつかさクレー見せますけど、 ぜひ参考にしていただけたらと思います。例えばこれですね。これはし、えー、と醤油で有名な、えー、湯浅というと、えー、地域にいたときの写真ですね。えー、例えばこんなふうに、えー、買ったものとか、そこで見つけたものを私は手に取って、えー、写すってことをよくやります。これはちなみにもう一つの手は妻の手ですね。はいで もう一つおすすめな方法が、えー、影を使うです。で、どうしても、えー、カメラを持っていると自分が写った写真がないってことになりがちですよね。で、今なら、えー、スマホで自撮りをすればいいんだと思うんですけど、えー、私はこんな風に影を撮影して、ここに自分たちは来たんだよっていう印みたいなものをこう写真に残すっていうんですかね。そういうようなことを、えー、よくやります。 もう一枚ちょっとあるかな。例えばこんな感じですね。こんなふうにちょっとした遊び心で自分の影を、えー、撮っておくと、意外と後から見返したときに面白いんで、えー、ぜひやっていただけたらなと、えー、思いますあ。ここでじゃあご質問いいですかはい、もちろんです。 今回あの奥様との旅なのでこう奥様がモデルで、はい、あのいいモデルというか <laughs> 一緒に写るシーンも多いかなと思うんですけど一般の方でも撮りたいなって思うことってあるかなと思うんですが、はい、コミュニケーションの取り方とか,、うん、なんかちょっとこうポージング撮ってもらうみたいなことがあった場合例えばの例とかと教えていただいていいですか、うん、それもあれあですか一緒に行った、うん 場合ってことですかあうんあの一緒に行ったパートナーではなくそ現地で出会った人にちょっと写真撮っていいですかってことですはいはいあそうですかそうですね、うん、えっと基本的には私もいいなと思ったらよかったら写真撮らせてくださいっていうことはありますでもなんかテクニックみたいなのはどうなんでしょうねなんか <laughs> <laughs> でも本当にどっから来たんですか、はい、とか話してで最初は 先ほど言ったように真正面向いてと、うん、撮らせてもらうことになると思うんです。で、はい、ち後ろ姿もいい感じなんで、ちょっと後ろ向いて見てもらっていいですかって言って、例えば一枚それを撮らせてもらって、で今の時代ってデジカメなんで液晶があるじゃないですか。うん、で、こんな感じで撮れたんですよ。たら、はい、うわめっちゃ綺麗じゃないですかって、じゃあちょっともう一枚撮りましょうよっていうはい、はい、そんな感じって言うんですかね。あ、なるほど。相手とも共有して、いはい、共有もしますし。 次も楽しんでと映、ね、っていただけるような配慮もしてそうですねはい。はい、たまにそのままデータくださいって言われますけどそういった意味ではコミュニケーションをあのしっかり取ること、はい、っていうことですね,ですね会話をして、はい、黙々とやっちゃうと向こうもね、特に素人さんというかね、ポーズの取りが分からないと思うので,うで、ね、こっちから積極的にじゃあこうしてみたらくださいよとかめっちゃいいじゃないですかっていう本当、うん、そんな感じですかねはいわかりましたありがとうございます、はい、それは妻でも一緒ですはい。結構妻にもポーズをお願いすることがあるので はい、わかりました、はい。ありがとうございます。はい、えっと、あ、いいテーマのかもな、次。はい。で、えっ、ー、と、おまけでもう一つだけ、えー、旅写真の撮り方のコツを、えー、ご紹介したいと思います。で、ここに書いてる通りなんですけど、写真を楽しもうっていうことです。じゃあ、ちょっと写真を見ていただきますね。で、 こちらは、えー、と瀬戸芸、瀬戸芸じゃわかんないですね。瀬戸内芸術祭の、えー、アート作品の前で撮った写真ですね、はい。確かオリーブのリーゼント君っていう名前だったかな、この作品は。はい、で、こちらが、えー、小豆島にある、えー、妖怪美術館っていう面白い施設があるんですけど、えー、その壁に描いてる絵がめちゃ可愛かったんで、その前で撮ったものです。 ちょっと小さくて分かんないかもしれないですけど、妻が妖怪と指をこう合わせてるんですけど。で、これも同じですね。はい。で、つまりどういうことかというと、えー、とハッシュタグにも書いてる通りなんですけど、えー、カメラがあるから、えー、と見せる、残せる景色っていうのが、えー、あると思ってます。なので、カメラを持って旅に出ることで、旅自体にこう、 楽しさとか彩りが出るっていうのが、えー、写真の、えー、持ってる力っていうんですかね、魅力だと思っているので、ぜひ、えー、と写真に興味がある皆さんは、ぜひ、えー、と旅行中も写真で旅を楽しもうっていう、えー、気持ちで、えー、写真を撮ってると、えー、素敵な光景を、えー、たくさん写真に撮れるんじゃないかなと、えー、思います。はい。ここでですね、一旦 5つプラスおまけの話をしたんですけど、ここまでで何か追加の質問あったりしますかはい、ありがとうございます。えー、ほぼ1人で旅をしていますえ。メインの建物とか風景を撮ると、こう、ガイドブックのような写真になってしまいます。自分が見た感動を写真できませんっていうコメントがあったんですけど、うん、いかがですか、ね、そうですね。あの一つあの、今回は、 結構そういうういいい方って実は多んんじゃないかなかと思うんです、うん、旅行に行って旅先の素敵な風景とかを撮っていてそれはそれでとてもいい写真なんですけど自分がそこに行ったとかそこでどう感じたかっていうものをこうなかなかこう写真の中に写し込めてないと言ったらいいんでしょうかで、はい、その時にどうしていいかわからないっていう方は結構多いと思ったので今回はちょっとそちらの割合の写真をたくさん今回見せてるんですけど もしかしたらちょっと今まで話した中に、えー、とそういったものに対するヒントがあったんじゃないかなと思うのでこの後もちょっと見ていただけたらはい嬉しいですありがとうございます私もあの一人で旅をしている時にちょっとそう思う時があるなと思って、うん、まず手を入れようってやってみようって思いました <laughs> 手を入れるのは本当に簡単なので <laughs> はいはい誰でもできるのでやってみてくださいはい、はい、ではあちなみにあれですか福永さんは セルフフォト。セルフフォト。セルフフォトっていうのは何ですか自分でご自身をモデルにして撮るってことだと思うんですけど。あ三脚に立ててってことですかね。ということだと思うんですよね。まずさすがにちょっと、えっと、三脚はそうです。正直、スマートフォンのこういう自撮りも私は、えっと、一人の時にはしないですね。仲間と、わってやるときはありますけど。はい。ただ、ちょっと、あの、 やるるこことととがあののでででそれはこの後ちょっとスライドでお見せしよううかかなと思いいいますすもつ最後に見せていただいているこうおまけで写真を楽しもうってあると思うんですけど <laughs> こう写しカメラがあるから楽しめるよねみたいなところって、うん、こう大人になるとなかなかこういうポーズって撮れないじゃないですか <laughs> だけどカメラがあるからあえてこういうこともやれるよねっていうことですかね。 そそそううううででですすすいことよね写真撮るっていうからこのポーズって出たと思うんですよね今表示しているのもこれ2人で突然このポーズ出たらビビると思うんですけどそうですよね周りから見てもカメラがあるとなんかねてなりますよねもちろんカメラじゃなくてスマホでもねあると思うんですけど自分の残そうっていう気持ちがあるから生まれるシーンっていうのはあると思っていてそれっていいことだしちょっとそれを意識するというか それはやっぱり撮り手が意識して撮られてに伝えることだと思うので、はい、はい、そういう意識楽しんでいただきたいですね皆さんにも、うすちょっとあの中級かもしれないですけど、はい、少しずつそういうことを楽しんでいただけたら嬉しいです。はい、では続けて、はい、セミナーの方お願いします。はいではですね、えっ、ー、と、以上で、えー、旅先での思い出に残る写真の撮り方、えー、ヒント、コツのご紹介しました。で 次に、えっ、ー、と、先日、先ほどもちらっと言ったんですけど、タイに、えっ、ー、と、家族旅行に行ったんですね。で、その時の写真をお見せしながら、今までお話しした撮り方のおされができたらなと思ってるので、ちょっと今から60枚ぐらいあるんですけど、えー、タイの写真を、えー、一緒に見ていただけたらなと思います。はい。で、タイトルは、えー、ちょっと読みづらいんですけど、えー、セブン a イズインタイランドって一応書いてます。で、 ここから、えー、と写真を流しながら適宜、えー、説明を入れていきますね。はい。お楽しみください。で、こんな感じで、えー、これは何番、えー、かな何番ってわかるかな関西国際空港に、えー、向かう途中からもう写真を、えー、撮り始めます。早速こう手を入れたりしてますよね。で、奥に2人小さく写ってると思うんですけど、あれが妻と,、えー、と娘ですね。妻と娘に先に行ってもらいながら、えー この時間の電車に乗っていたよねみたいな記録の、えー、撮影です。で、えっ、ー、とこれは、えー、関空関西国際空港に向かう途中の車窓からの眺めです。こんなものも撮ったりします。で、こちらは、えー、空港で出発を待ってる時なんですけど、子供が忘れたんでしょうかね。えー、ぬいぐるみがポツリと、えー、シートに置いてあって、なんかその感じが良、えー、かったので引かれて撮りました。 こういうふうに気になったものは結構何でも撮ります。で、えー、出発を待ちながらワクワクしているときに撮った写真がこれですね。こんなふうに家を出てから空港に行く、いる時間も、えー、写真で撮っておくと、後から物語のように、えー、と旅を記録することができるので、えーと、おすすめですね。はい。で、いよいよ出発ですね。えー、と、 これも、えー、先に行っておいてもらいながら、ちょっと振り向いてって、こう、一声かけて振り向いてもらったところを、シャッと撮ることですごくこう動きのある、えー、写真が撮れるんで、結構そういうことをやります。で、えっ、ー、と、航空券も、えー、こういうものは、えー、と忘れずに、えー、ちゃんと撮っておきますね。はい。で、えー、離陸前に、えっ、ー、と、窓から外を覗いている娘を撮っている妻。 それを私が撮っているみたいな、えー、そんな一枚ですね。えっ、ー、と、ハッシュタグで書いてるように、私はもうどんなシーンも写真になると思っているので、えっ、ー、と、ほんの些細なことでも、えー、結構写真を撮るようにしています。この写真は私個人的には好きですね。はい。で、えー、着陸間近ですね、タイの街並みが、えー、と見えてきました。 多分皆さんもそうだと思うんですけど、えー、着陸しそうになると、外を覗いて皆さん見ますよね。そうやって、普段している仕草をそのまま取るっていうような、えー、感じです。なので、えー、ターミナルに着いたら、えーと、とりあえずターミナルも使うかどうかわからないですけど、取っちゃう。はい。で、えっ、ー、と、タイ最初の食事は、えー、と空港に、えー、職員の方たちが利用するフードコートがあるんですけど、 えとそこで、食べましたでこういう時にこに、ぐっと寄った、えー、と料理写真ですね。ちょっと,、えー、と機材の話になるんですけど、えー、フルサイズ換算というとちょっと難しいかもしれないですけど、50ミリとか75ミリって言われている、標準レンズから少し望遠ぐらいのレンズがあると、こんな感じで料理をとてもきれいに、えー、と撮れるので、1本持ってると,、えー、と、旅にはいいですね。料理を撮るときには50ミリぐらいがとても。 使いいやすいなと思ってますで、えー、空港から、えー、ホテルへの移動はタクシーを利用したんですけど、その時にこに受付のカウンターの男の子に、えー、写真撮っていいですかって、英語で聞いたら、えー、と分かってくれて、OK く出してくれたんで、えー、撮った写真ですね。こういうふうにちょっとコミュニケーションを取って、写真を撮ったりすることもあります。めちゃいい表情ですよね。 で一方で、えーと、その後タクシーのドライバーさんだったんですけど、かなりちょっと不愛想な方だったので、あこの人の写真撮れないなと思って、その時には助手席に座って、そこからの眺めを1、えー、枚撮りました。で、こんな感じでシーンごとにもう常にずっと写真撮ってるような感じです。はい。で、ホテルに着いたら先ほど言ったように、綺麗なうちに部屋を撮っちゃいます。はい。 これも、えー、超広角レンズで撮ってますね。で、先ほどご質問いただいたように、これとか、これは、えー、とベッドルームの方なんですけども、えー、水平、垂直ですね。は、えー、と意識して、えー、撮るようにしています。ただ、これは手持ちで撮って三脚は使わなかったかな。はい。こういうふうに少し構図を意識しながら、えーと、ホテルの部屋は先にもう撮っちゃいます。はい。で、 その後、えー、晩ご飯まで時間あったので、こうカメラ片手に皆さんもされると思うんですけど、こう街を歩いてるときも何気にパシャパシャ、えー、写真を撮ります。で、えー、旅のときは特にそうだと思うんですけど、その地域とかその国の雰囲気が感じられるものがあったら、もうとりあえず、たっ端から、えー、と何でも撮っちゃいますね。はい。で、特に海外だったら、えー、とお金もその一つなので、両替した後のお金はこう、パラパラっと並べて、ちょっとパシャと撮っとくと、後から えー、フォトブックにまとめたときとかに、そのカットを入れておくと、すごくこう、思い出が深まりますよね。なので、こういったものも結構撮ります。で、えっ、ー、と、初日のディナーですね、これ。で、もこれは先ほどお話しした通りなんですけども、左のようないわゆるちょっときっちりとした料理写真っていうのももちろん撮るんですけど、それ以外に、えっ、ー、と、食事をしているシーンだとか、手元のシーンだとか、これ、娘の。 手元だと思うんですけど、そういうものも、えー、とできるだけ撮れる範囲で、えー、撮るようにしています。で、これが先ほどちょっとあった質問なんだと思うんですけど、これ、2日目の朝起きた時に、えー、ときに、ホテルの部屋に大きな鏡があったので、そこの前で、えー、と自撮りをした、えー、写真ですね、えーと。私はこの後も出てくると思うんですけど、鏡があったら、その時は自分を撮るようにしてますね。自分とか えと妻や子供が入るときにはそれを入れたりもしますけど、鏡があったら自撮りするっていうことは、えー、とよくやります。はい。で、これは、えー、と朝の散歩のときに出会った猫ちゃんですね。で、こういう何気ない写真を撮っておくと、例えば後からバンコクってたくさん、ね、猫がいたよねって、そういう会話につながったりすると,、えー、と思ってます。別に猫がそんなに珍しいかというとそういうことじゃなくて。はい。 で、えっ、ー、と、こちらは、えー、バンコクの、えー、風物詩でもある朝の渋滞ですね。で、陸橋とか高く上がれるところがあると、できるだけ上がって写真を撮るようにしてます。上に上がれそうだったら上がって撮るっていうのは、えー、旅写真ではやっといたらいいですね。はい、ちょっと急がないといけないかな。はい。で、2日目は、えー、アユタヤっていう、皆さんご存知だと思うんですけど、遺跡のある、えー、ところに行ってきたんですけど、 えー、自転車を借りて回ったんですけど、そのお店の人たちがいい人たちだったので、えーと、声をかけて写真を撮らせてもらいました。僕の女の人がピースしてると思うんですけど、こんなふうに現地の人とコミュニケーションするのも、えー、旅の醍醐味で、えー、それをちゃんと写真に残しておくというのは、えー、結構やってます。で、こちらが、えー、自転車をこいでいる娘と私ですね、僕は。えー、とまさに、まあ、ロードムービーですよね。 えー、こういう写真も私はとっても、えー、いいなと思います。で、えー、こちらが、えー、とお昼に、その時のお昼に食べたヌードルですね。ちょっとこれも先ほどのレンズの話ですね。換算50ミリぐらいだと、こういう写真が、えー、撮りやすいですよね。なので、旅の時には、えーと、景色を広く撮れる広角寄りのレンズと、撮りたいものをぐっと寄って撮れる、えー、いわゆる標準レンズ。 その2本のレンズを、えー、と持っていって使い分けると,、えー、と、ビジュアル的にすごくメリハリがつくので、おすすめですね。このレンズはとっても映りがいいんでね、好きなんですけどね。はい。で、えー、とチケット類はもうとりあえず全部取っておく。もうこれは、えー、とルーティーンですね。はい。私は、えー、チケット類とか何か買ったものは全部取、えー、ります。あと、えー、私はあんまり、いわゆる観光地とか観光スポットでは写真はあまり撮らないんですけど、 えとそういう時にはもうカメラで撮るんじゃなくて、えー、とスマホでさっさと,、えー、と記念写真のような、えー、写真を撮るようにしてます。そういう時にやっぱりスマホって便利ですよね。とりあえず撮っとこうっていうときには、スマホで撮ったりは、えー、よくします。はい、で、えーと、これはゾの、えー、乗り体験に参加した時の1枚ですね、えーとこの。個人的にはこの写真が一番、その時の旅の思い出がよみがえる写真ですね。 で、例えばこんな写真とかですね、突然犬が出てきてビビっている娘を撮った写真なんですけど、こういう写真は結構私は好きです。で、えー、と3日目がこれ、チャイナタウンですね。えー、とこれくらい、えー、と軽装で写真を撮ってます、えーと。海外の時はホテルに機材を置いていけるので、たくさん持って行って、その日に使いそうな、えー、機材だけ持って、えー、出かけるっていうスタイルでやってます。ちなみにあの、うちは妻がもうフォトグラファーなので、 こんな感じで妻が撮ったカットもちょいちょい出てきますけど、それは、えー、と妻がフォトグラファーだからですね。はい。で、えっ、ー、と、こちらが街中をスナップしているシーンですね。えっ、ー、と、右の写真なんかそうですけど、いい影を見つけたらとりあえず撮るっていうことをやります。で、こんな感じで、ちょっと、あ、ここ絵になるなっていう場所を見つけたら、ちょっと丁寧めに、えっ、ー、と、奥さんにここに立ってちょっと振り向いて、笑顔ちょうだいみたいなことを言いながら、ポートレートも。 たりしますで、えー、タイの国内線で、えー、とバンコクからプーケットに向かったんですけど、その時の写真ですね、これも、えー、と写ってるのは私で撮ったのは妻なんですけど、こうやってあえてスローシャッターにしてぶらすことで、旅の移動している感じみたいなのも表現できてて、あ、こういう写真もいいなと思って、えー、ちょっと妻から借りました。で、プーケットに着いたら、えー、とチェックインしたらすぐ、えっ、ー、と、 宿の撮影もしちゃいますでプーケットは、えー、と眺めのいいホテルだったので、ベランダから、えー、の写真もこんな感じで、えー、撮りますね。ここはあの歩いてビーチまで行けるところだったので、えーと、とてもいいホテルでしたね。で、部屋の横にちょうど、えー、とプールがあったので、こういったものも、えー、広角レンズを使ってダイナミックに、えー、撮ってます。はいで えー、次の日は、えー、と日帰りでツアーで、えー、と離島に行ってます、えーと。その時の朝の風景ですね。でもう移動している最中いろいろな写真を撮るので、船の中で、えー、島に向かっているような時も、えー、結構、えー、こうやって写真を撮ったりします。はい、でピピ島っていうところなんですけど、なんか映画のロケになった場所なので有名らしいんですけども、そういったいわゆるこう 観光地の、えー、記念写真なんかも撮ったりしますで、これはもう完全に、えー、と思い出写真ですね。なんかいい写真かどうかっていうよりも、私がまあ楽しそうにしてる写真なんで、こういう写真もまあ、えー、必要かなと思ってちょっと載せてみました。はい、もう少しで終わりますね。はい、あとですね、あ、えと、ー、からどんなホテルだったのかって思い出せるように、えー、ホテルの中も、えー、撮るようにしています。 こういう写真だとか、で、これがホテルのエントランスですね。ちょうど夕方になって光が綺麗になったので、エントランスで撮った写真ですね。ここから、えー、とビーチに、えー、向かっていきます。で、歩いてるとこういう綺麗な、えー、と花が咲いていたので、せっかくなんでここで撮ろうっていうことで、こんな感じでちょっとポートレットっぽい人物写真も、えー、と撮ってますね。うん。で こんな感じで鏡を見つけたら自分を撮るとか妻とツーショットを撮るみたいな形で、えー、と2人の写真ってなかなかないのでこういう時に撮るようにしています。で街に出たらとりあえずあらゆるものが、えー、新鮮で撮りたくなると思うので片っ端から、えー、と撮るようにしてますね。でそんな中でちょっと,、えー、と暑いからビールでも買って飲みながら行こうよみたいな感じだったんですけどこういう写真も撮っておくと あの時、本当暑かったよね、とか。だからビール買って飲んだよね、みたいなこう思い出話につながるようなカットっていうのは結構積極的に、えー、撮るようにしています。<laughs> で、えっ、ー、と、ようやくビーチ到着ですね。で、えっ、ー、と、ビーチでの写真が例えばこんな感じ。えー、波打ち際の一枚。こういうような逆光でシルエットになっちゃう場合っていうのは、えっ、ー、と、体のラインがとても大事なので、一番手とか、えー、体の角度が えー、きれいなところを意識してシャッターを切って撮ってますね。で、旅行でおすすめなのが、えー、ストロボを持っていくのを結構おすすめしています、えー。ストロボを使うと、こんなふうに逆光で普通に撮ったらシルエットになってしまうのも、えー、表情を映すことができるので、えー、ストロボがついてるカメラ、もしくは外部ストロボを一つ持っておくと、えー、旅にはおすすめですね。はい 最後、こんな感じでとてもドラマチックな、えー、夕暮れになってくれました。はい。で、えーと、真っ暗になってしまったので、ホテルに帰って、もうちょっと記念にちゃんと撮っとかないとってことで、えーと、三脚を使ってベランダから、えー、長時間露光っていうんですかね、えー、シャッターを20秒とか30秒に設定して、えー、とホテルから見える、えー、夜景ですね。こういう ういたものもの、えー、必ず、えー、撮るようにはしています、はい、で、これがあと、えー、数時間で帰国するっていう時の後ですね。で、チェックイン時に、えー、チェックインの時に写真を撮っておかないと、お部屋写真がこんな風になっちゃうよっていう、まあ、作例みたいな感じですね。これはこれで、とても私にとっては、えー、といい思い出写真なんですけど、綺麗な写真の、きれいな部屋の写真を 残しときたかったら、チェックインのときも撮っておきましょうということです。はい、で、えー、明け方の4時ぐらいに、えー、と空港に着かないといけなかったので、えー、その時間帯に着いたときの写真ですね。で、こんなふうに、えー、帰りも、えー、と日本に着くまでずっとずっと,、えー、といろんなシーンを、えー、と実際は撮っています。ただ、ちょっとそれを全部見せると大変なので、えーと、帰りもできるだけ疲れてると思うんですけど、えー、とお家に着くまで。 えといいシーンがあれば、えー、撮った方がいいなと思います。で、これは、えっ、ー、と、プーケットからバンコク、トランジットしたときに時間があったので、えー、こういった写真も、えー、撮りながら半日かけて、えー、日本に戻りました。で、これが最後ですね、おしまいなんですけど、こういうふうに最後お見せするのは、帰りの飛行機の中からの窓のカットですね。こういうように、えっ、ー、と、朝、えー、出発の日から最後の日の飛行機まで、えっ、ー、と、 ずっとこう写真を撮るっていうのが結構私は好きでやっています。はい。ちょっと待ってくださいね。えっ、ー、と、いかがだったでしょうかね。えっ、ー、と、よければ、えー、何でもいいので、チャットにコメントとか、えー、質問とか、えー、いただけたら、えーえー、嬉しいです。で、えっ、ー、と、今お見せして、えー、旅写真ってこんな感じでいいんだって気持ちが軽くなってもらえたら嬉しいかなと思って、今回。 このようなスライドを、えー、用意しました。はい。で、もう一つだけスライド読みますね。で、えっ、ー、と、まとめとして、私が旅写真で大事にしていることを、えー、4つお伝えして、えー、2つ目の章は終わりにしたいと思っています。で、1つ目が、えー、常にカメラを首から下げておくってことですね。で、2つ目が、心が動いたら、もうとりあえず撮る。で、3つ目が、 上手ににううままく撮るこここととあんまりりだわりすぎないっていうことで,すで、す、えー、4番目が一番大事だと思ってるんですけど、何気ないシーンこそ、後からそれがとってもいい思い出になるってことがあるので、えーと、いろんな写真を何気ないシーンもたくさん、えー、と撮ることをお勧すすめします。はい。で、ここで、えーとあえー、旅写真のまとめ方に行こうと思うんですけど、加藤さん、何かここでお答えしといたほうがいいことありますか 質問、感想をたくさんいただいているので、最後にまとめて、はいきたいと思いますので、いはい、わかりました。いしはい、では、最後にですね、えー、帰ってからの話ですね、えー、思い出に残る、えー、旅写真のまとめ方についてお話ししますね。で写真のまとめ方は、えー、シンプルです。私のおすすめのポイントは、えー、3つ。1つ目が、えー、旅を振り返りやすいように、基本的には時系列に並べるようにしています。で 二つ目が、えー、上手に撮れた写真だけじゃなく、先ほども言ったんですけど、何気ないシーンとかオフショットも、えー、結構入れるようにしています。で、三つ目が、これあまりされている方少ないと思うんですけど、旅の途中でメモを取っておこうっていうことです。で、これはフォトブックを作るときに、ただ写真を入れるだけじゃなくて、そこに文章も添えるのを結構お勧めしているんですけど、そのためにも旅の途中で あった出来事とか感じたこととかっていうのをこまめに私はスマホのメモ帳になんとかだったなとかおいしかったとかなかなかバスが来なかったとかでもいいんですけど、えー、と忘れてしまわないように、えー、スマホのメモ帳につどつど思い出を、えー、書くようにしています。これはぜひとも特に長期間、えー、旅行に行かれる方は真似してみてもらったらいいと思います。で ちなみに今回、えー、タイ旅行の写真をこんな感じで、えー、とまとめてみました,、えーたくん。たくさん写真を撮ったので、ページ数が120ページ、写真は240、50枚、えー、くらい使いました。結構分厚くなりましたね。でもそのおかげで日本、えー、出発から日本に帰るまでのほぼすべてのシーンを、こうして一冊に、えー、まとめることができました。ちなみに作っているときの画像なんですけど、こんな感じでフォトブックの編集画面ですね。 写真やテキストがかなり、えー、自由にレイアウト変更できるので、皆さんもぜひ試しに一冊、えー、作ってみてくださいっていう感じですね。ちなみに今回はあのそ今のはソフトカバーのタイプのものを作ったんですけど、えー、と以前、えー、とハードカバータイプのものも作っていて、そちらはより画質が良かったりするので、ソフトカバーだけじゃなくハードカバーも結構おすすめです。で えー、これ最後ですね。えー、と最後にもう一つ、えー、大切なことを、えー、お伝えできたらなと思っています。で、どなたかが、えー、事前アンケートで書いてくださってたんですけど、撮った写真をパソコンに入れていても意外と見返さないんですよね。ただ、一方で、ちゃんと冊子にしておくと、ふとしたときに手に取って眺めたりしますし、それで旅を思い出すということが多いです。あと、 撮った写真を、えー、と気軽に知り合いに見せれるっていうのも、冊子にするメリットですね。例えば、100枚ぐらいの写真を LINE で一気に相手に送ったら迷惑ですよね。でも、えー、とフォトブックだったら、100枚ぐらいの、えー、ものであっても、パラパラとめくって見てもらえるので、やっぱり冊子にするって、えー、とっても、えー、いいことだなと思います。 えー、ちなみに、えーと、我が家では、えーと、娘が1歳の頃から毎年旅行に行ってるんですけど、えー、こんな風に、えー、一冊の本に、えー、まとめるようにしています。今回、こうやって、えー、並べて撮るために本棚なんかの全部出してきたんですけど、毎年ちゃんと作ってておいて本当に良かったなってこう改めて思いましたね。なので、皆さんも、えー、これからでも遅くないと思うんです。ぜひ、あの撮りっぱなしにしている写真があったら、 ににままとととめることに挑戦しててもらいたいいたなと思っていますはい、そんな感じですね。はい、えっ、ー、と、以上、長くなりましたけれども、えーと、写真がつなぐ旅の思い出ということで、思い出に残る写真の撮り方、えー、まとめ方について、えー、私なりのやり方をご紹介させていただきました。これを機会に皆さんも旅に行かれたり、えー、旅の写真を1冊の本にまとめたり、 していただけたら大変嬉しいです。はい、えー、ご成聴ありがとうございます。